お晩でした、もちこです。今回はですね、一人焼肉をやっていきたいと思います。最初まずプレートの上に油引くじゃないですか。鶏皮からすごいたくさん油が出るんですよ。なんでこれを焼きつつ、これから出た油で他のね、肉とか野菜を焼いていきたいと思います。鶏の皮焼くときはめちゃくちゃ油跳ねるので気をつけましょうね。サングラスつけてもいいですか？あの目にね、油が跳ねるのがめっちゃ怖いんで、ね、あうわ待ってパニック。これね、ピーマンを丸々焼くのはなんかこうやってヘタのところを下にして丸まんま焼くと甘みが出て美味しいんですって。つまりね、ここで見えないの、こっちで焼くと、ここで豚タンを2枚焼いてます、思ったんだけど、一人でも楽しめる人って最強だよね。豚タンは多分ね、結構もういい感じだと思うので1枚食べたいと思います。ネギとレモンをかけていただきます。うん、めっちゃうまっ。アイヌネギがいい感じに焼けました。いただきます。もう忘れてた、ビール飲もう。いただきます。お、めちゃ飲みやすいな、やっぱここのビール。あー、美味しいわ。ネギマを投入しましょうか。ネギマ結構時間がかかりそうなんで、焼くの。じゃん。で塩コショウすると OK。 じゃあ野源軟骨を食べてみます。うん、美味しいわ。よ、見てすっごいもう柔らかい。これだけもう火が通ったらこれちょうどいい感じです。あっ、あっ、うわ、めちゃめちゃ美味しい。やばい、これ塩コショウも何もしないんですよ、ピーマンなのに。ちゃんと味がしっかりする、甘い。でもね、この鶏皮がもうめちゃくちゃカリッカリなので一個食べようかと思います。おいしいわ。たまんないわ。ごちそうさまでした。ちょっと全部は食べきれなかったんですけど、また明日残りを楽しみたいと思います。はい、ということで今日はですね、一人で焼肉を楽しんでみました。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上、もちこでした。したっけね。この動画はもちこチャンネルがお送りしました。